ミコロンです。アイスちゃんです。アイミンです。ワイワイワイチーマイウイエーイ。さあ今回お送りするのはパソコン専門店ドスパラさんとのタイアップ動画になります。イエーイ。ドスパラさんということで、まずはねドスパラさんのご紹介をしたいなと思います。はい、創業が1992年、秋葉原でおなじみの老舗パソコン専門店さんですね。日本全国にパソコンショップを展開して、ゲーミング PC やクリエイターパソコン、ノートパソコンなどを販売していて、自作 PC やカスタマイズ向けの PC パーツや、周辺機器も豊富に取り揃えているショップさんです。EC サイトもね、初心者向けに分かりやすい構成で展開中だそうです。いや素敵。そうなんです。どうですかドスパラさん、はい、イメージはやっぱりもうパソコンね、そうだよね、秋葉原にある、うん、あるあるある、うん、あるよ ね, ねだって PC とかのこと調べたら絶対出てくるもんな。我が家の弟がさ、めちゃめちゃ好きじゃない PC でゲームすることが。ゲームする人はそうやんな。そう、自作 PC 作ったりしはるもんな。そうめちゃめちゃもう大きいさゲーミング PC 持ってるんだけど、うん、それもドスパラ班で購入しました。あら、じゃあもう家族ともどもそうお世話になってるんです。実はチーム Y。 そして本日はこちら、おー、じゃーん、ドスパラさんのパーツを使って自作 PC を組み立てていきます。やったー、いいんじゃない。やったー、嬉しい。うわー、楽しみ。やりたかったよな、初、うん、自作 PC を作るという行為をしてみたかったの、うん、自作 PC。 本当に私とさ、あやさは初めてだけど、うん、憧れ。え、PC 作ったことない？ないよ。ないんだ。うん、初めてだけど。何どうした？何ですか？私ちょっと2回ぐらいあって。めっちゃ作ってるじゃん。そんなことある？いや、そう、以前ね、作らせていただく機会があったんですよ。うん、まあ、それも教えてもらいながらだったんですけれども、うんうん、めちゃめちゃ楽しくて。めっちゃ好きやね、この作業。だってなんかさ、わかんないけど、自分で組み立てるってことはなんかこう、最強 PC というかさ、スペックとか自分で決められるからな。どんな PC 作ったんすか？前回は、まあ、まずその見た目からして これ黒かった。あ、そっか、見た目も自分の好きな見た目だし、確かね3年前ぐらいの記憶なんですけど、うんうん、CPU っていうなんかもう一番もう核となるやつみたいなのがあるんだけど、うん、CPU は第11世代のインテルコア i7 やったはず。おで、あのグラフィックボードは RTX3060 やった。急になんか先輩風吹かせてきてる。でも今回全然、これ見て、この色とかもさ、チームワイカラーみたいになっててさ、かわいい。多分前回とそのパーツとか全然ちゃうから、だから見た目からしても楽しそうやなって思ってます。こんな初心者でもPC って作れるんですか？作れると思います。今日は詳しい人も来てもらってるのでそうだよね、心強い。だって私自作 PC ってさ、あのパソコンのさキーボードはめたりすることを自作 PC やと思ってたんやけどえ、今日はそれで来た？いや、めちゃめちゃ私ノートパソコン作りに来たんやと思ってたんですよ。だから、このなんか角みたいな方作るんやと思って内側よ、内側そう持ってこれな、配線とかやんねんってというところからですからね。あの、そんな私でも作れるということで、うん、とても楽しみです。楽しみチーム I。 まずは本日組み立てていくパソコンのスペックを紹介します。こちらです。それでは組み立てスタート。イエーイ。まずはですね、マザーボードに CPU を取り付けましょう。マザーボードこちらが、これがマザーボード、マザーボードそしてこちらが CPU ね。こちらがですね、本日取り付ける第14世代インテルコア i7 です。アイミンが言ってたのは前回は第11世代、第14世代、世代がさ、こんなにさちっちゃな子も世代が変わっていくんだねでもこれがめちゃめちゃ大事なんでしょ、うん、だってマザーですからね、うん、これマザーボードってことはもう母なる板ってことですよね。そう、母なる板ですよ。めっちゃ大事ってことじゃん。めっちゃ大事ですよ。やっぱここのマザーボードの作業はやっぱ、はい、うちのマザーがそうだよね、はい、やってほしい。だってこれちょっとでも折れたらもうおしまいらしいよやめてよやめてよ。で、結構重みがさある
おずしりする。そうなんだ。えていうか CPU ってまず何なんですか。私ゲームの CPU しか知らないです。ーゲームの CPU、 そうゲームのあのさあのコンピューターとかのさ NPC じゃないそれ。え CPU ってよくない。あれあれあもうできてんじゃん。できたんだから。いらん小話言っちゃった。CPU って何ですか。いい質問ですね伊藤さん。はい。CPU っていうのはですね、うん、人に例えると頭脳のようなものでございましてね。えめっちゃ大事や。もうこのパソコンのスペックを決めるとっても大事なものなんですよ。そうなんですね。パソコン本体にあるパーツ同士のデータのやり取りとか全部この CPU が処理してくれるみたい。えなんでこんなに知ってんだろう。だからこのパソコンのパーツで最も重要なパーツと言われてるんやって。いやすごいめっちゃ突然関西弁だ。ってことはえこの、ま、CPU の性能が良ければパソコン早くて快適になるっていうことですか。アンサーです。今回はインテルで一番新しい第14世代の CPU。 一番新しい一番新しいので超快適なパソコン。うわめっちゃいいパソコン。サクサクってこと、はい、すごい。それでは続きましてマザーボードにメインメモリを取り付けていきたいと思います。はい、こちらねメインメモリですね。こちら、はい、今回使用しているマザーボードでは A2、B2、チャンネルにメモリを刺してください。はい、はい、ここが大事らしいよ。 OK です。差し込みが甘いと良くないらしい。いやもうここは指圧の速さが、はい、そうじゃん。はい、ここでまさかねバッチリ押し込んで生かされる日が来るとはね。じゃあ2人で協力して押してもらいましょうか。はい、任せてください。任せてください。頑張って押すで。結構ね開くで、はい、はいはいはい、うまいよ開くの。はい、ありがとうございます。力を出すよ。力を均等に真上からゴン。みちみちと言いましたが、でもハマった感はありそう。じゃあ2枚目、2枚目いきますか。いきますか。いくらんで指圧の速さが。任せてください。頑張って。いけいけ。ふんふん。はい。おお、いい音した。刺さりましたよ。ハマってるハマってる。出てくる。イエーイ。では続いて SSD を取り付けていきたいと思います。おい、こちらね、こちらが SSD です。お SSD、 これをこのカバーをね外して取り付けていくと、おこの SSD をこのこの向きで、おっと、あお、すごい、そんな綺麗に斜めにはまるんやな。仕上げにねこのシールをおおお剥がしてから取り付けます。お戻す感じね。それやっぱ厚なるからそう、これが冷ましてくれるんやって。おー、すごいじゃん。よし、知ってるやん。そうそう。はい、できたと思います。やったー、できましたー。それでは続きまして、CPU クーラーとファンを取り付けていきましょう。はい。今回はですね、CPU 付属のファンから、なんと、こちら、私たちのイメージカラーのめちゃめちゃ可愛いファンに取り替えていきたいと思います。こんなのあるの。可愛すぎる。可愛すぎる。可愛い。これが自作 PC のね、いいとこだね。いいとこだね、うんうん。じゃあこのファンを取り替えていきましょうかね。あじゃあまたね、二人で協力してもらってつけてもらいましょう。ガッテン。このどこにはまるんや、ちゃんとはまるとこがあるってことやもんな。そうだね、穴がありますからね。お、これできんちゃうか。はまった。きっとね。頑張れ。お固定感を感じますよ。どうですかね、ハマってそうですか。ハマってそうに見えるけど、見ますね。私もクッとなんかいいんちゃう。おお、知ってんで私、うん、ネジって対角線上につけるといいらしいで。えそうなの、うん、まあまあまあですか。それも前回学んだ知識ですか。そう、バランスよくガチリ止まるらしい。あ、確かになんかすぐ止まる気がします。CPU ってすっごいたくさんの処理をさ頑張ってやってくれるわけよ、うん、やっぱ働かせるとさ、うん、こう人間でもそうじゃない。なんか熱出たりするじゃん、知恵熱とか。はいはいはい。そうパソコンも一緒ってこと。熱が出ちゃうから、その熱が原因でさこう固まっちゃったりとかさ、動作が遅くなっちゃったりとかするので、それを防ぐためのあれ大丈夫。あよしちゃん困りません。いやそうだからな、最初緩めに止めとかないと、このなバッファがそうないから、そう緩めにやっといて、あとガチ止めるとなんかええ風になるって言ってた。ええ風になるって言ってた。ネジ止めもコツがいるんやな。ではでは最後の2本だね。はい、最後にグイッとね締めてもらって
何色あるんだろうね。え、確かに、え、なかなか意外とこの3色ってあんまり揃うことないじゃないか、うん、意外とな、来、うん、た、お、できました、来た。では PC ケースに取り付けていきましょう。おー、いよいよ、よいしょ、じゃあみんなで共同作業だ、これは。これはね、すごいぞ、みんなでだね、はい、これが意外と重たいんですよ、ね、重たい。お、さあ、ここがちょっと使えるか、うんうん、さあ、抑えるか、抑えられたか、はい、いけるのか、はい、今、あ、来てます、来てます、いい感じ頑張って。今回はね、あの水冷式 CPU クーラーということで、はい、そのミコロンが持ってくれてる部分かな、うん、そのね、うん、そこからなんか水が出て、うん、なんかめっちゃ冷やしてくれるみたいな、うん、よりね、冷やしてくれるやつなんで、ゲーミング PC なのにぴったりらしいですよ。最強じゃない。はい、あ、お、バッテリーができたー。それではここからあっという間に後半戦です。このね、マザーボードをケースに取り付けていきましょう。わー、もうなんかだいぶ形が見えてきたような気がしますよ。もう大事な大事な、さあ、母を、母を優しくするからね、ミコ。あ、ガガガ、え、これどうし、さあ、ガシャーンって結構ガチッとさ、ここにね、ここにうまくはまるように。お、来たじゃない、あ、来たよ、来てそう、来てそう、はまった、うん、ここはまった、急になんかフィットした、マグネットのように、お、吸い付くかのようにフィット、お、すごい。ということでネジをね、はい、じゃあ締めていきましょう。こっちから、あ、うまいね、いい感じ、沈んでってるわ、ちゃんと、お、うん、ネジがうまい、ちゃんとはまってくれ、お、いいんじゃない、あ、来た、お、来ましたか、吸い付くように、お、イエーイ、わー、できたね、できた。では続きまして CPU にグリスを塗って、うん、先ほどケースにもつけた CPU ファンを取り付けていきたいと思います。うわー、おー、はーい、これここにグリスがあります。うれしそう。だってこの機械にこの液状のものを不思議じゃない、いっちゃん楽しいところや。ありがとうね、やらせてくれて。あ、どうぞどうぞ。これを、どのぐらいやったらいいんですか。はい、私わかりましたよ。だいたい白米にしておよそ3粒ぐらい。え、難しい。なんか一粒で例えられるものないんですけど。確かに間違いない。桜んぼ台とかさ、一円玉とかさ、真珠パール台とかあるじゃん。パールいいじゃん。あ、パールかもな。小粒のパールくらいですか、ね、小粒パールぐらい。これじゃあ真ん中に、真ん中にトンとトンとみたいよ、いきます、はい、このグリスも、お、大事らしいよ、パールパール、なんか多めにつけたくなるけど、こんなもんなんかな、いいんじゃない、はい、お、楽しい、もっと出したい、もっと出したい、もっと出したかった、適量が。このグリスの上にですね、この CPU ファン、はい、大事ですよ、大事ですね、これ、こう向きとかだってな、間違えたらもうベシャーってエンドやから、うん、すごいよね、よくできてるね、できた、できた。ではでは、じゃあこのネジをね、締めていきますよ。ミコロのネジさばきだ、おー、なんか情景が浮かびますね、浮かびますか、ミコロとお家で自作 PC 作りでと。いや、実は思ってたよ、独特、私は SSD の頃から思ってたよ、あ、SSD? めっちゃ初期だ、うん、3枚になってるよ、細かい、迷いもないしね、確かに、え、ここで合ってるかなとか言ってほしいけどね。私は少し頼ってほしい、どうかな、うん、いや、違う、そこはね、そうね、できてる、合ってる、合ってる、え、合ってるかな、合ってる、合ってる、合ってた、ただ肩組みたい人。できました、できました、できました。では次は PC ケースに電源を取り付けていきましょう。はい、取り付ける電源こちらです、こちらです、じゃじゃじゃん、じゃじゃん、ドスパラセレクト。ドスパラさんが選んだってことですね。そういうことですね、そういうことでございますね。すごいです、ここ製麺工場ですか。コードまで真っ白、全部かわいい、かわいい、ね、白って珍しいんだって、ね、このケースにもぴったりな真っ白です、白で統一して、ではでは、さ、このうまくね入るか、ガチャリとはまるらしいんですよ、いけますか、はまるらしいです、お、重いで、お、お、そんなにそんなにはまらせてくれんだ。めっちゃはまったな今、思いのほか、すごい、絶対
対ここや。絶対ハマったよね、今の音。これ以外ありえないね。お、いいわ。ハマりました。で、ネジで固定していきましょう。はい、はい、ネジ、ネジ仮止めしていきましょう、はい、ネジ。それがまず初歩や。うん、あゆみさんちょっと押さえておいてもらっていいですか。はい、押さえるだけでいますからね。できました。できました。仮止めに固定しました。それではマザーボードにこちらの最新のグラフィックボード RTX4070Ti スーパーを取り付けていきたいと思います。わー、スーパースーパースーパーだよー。じゃあじゃあアイミン、はい、これメモリと同じように差し込みながら取り付けてみてください。ガチンってやつね。ガチンが来るからね。思ったよりハマるからね。思ったよりハマるんだ。びっくりしちゃうよ。とこも自分で、このグラフィックボードはさ、うん、ゲームのラグとか映像に関係あるんですか。うん、そうみたいです。そうなんです。でこれが最新のものだとより滑らかなね、うん、映像ゲームとかも。おえい、お、綺麗に来たじゃない。はまりました。来た気がする。お、いいね。これでじゃあもうラグとかも安心だ。そういうことです。ね、やっぱラグが本当命取りなゲームってあるじゃない。確かにね。FPS とかそう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 、そうやっぱいい画質で見たよね。やっぱね、グラフィック大事だもんね。そうだよ、大事よ。没入感とかが全く変わってくるもんな。そうですよね、うんうん、できたよ。ネジ止まりましたか。おお、チーム Y ということでスタッフさんにも手伝ってもらって無事配線も終わりました。すごい、かわいい、かわいい、配線の、ね、説明をする前にですね、はい、こちらを見ていただきたいなと思うんですが、はい、じゃーん、ドスパラさんセレクトの電源延長ケーブルになります。すごいかわいい。こんなかわいい色あるの。これはね、自作 PC を快適にカスタマイズしたい方におすすめできる便利なアイテムになっています。うん、じゃあ簡単にね、ちょっと配線の説明をしていきたいなと、はい、思います。頑張って覚えました。覚えました。まずね、こちらじゃじゃーん、じゃじゃーん、ででんとね、結構大きくあるんですが、これがメインの電源ね。メインね、うん、そう、コアですね。ですよ。でこっち、ここ見えるかしら、うん、ここにねあるんですけど CPU の電源、このコアですね。そう、そのコアだ。そうですよ。でこの線、この線がこのグラフィックボード、おー、電源になっているそうです。グラボね、うん。さあ、そしてこちら下の階のね、皆さんをご紹介したいと思いますけれども、はいはいはい、まず左手に見えますこちらのカラフルなものはですね、オーディオとなっております。あー、うん、オーディオ。そしてこの真ん中にあるのが USB のコネクタということで、あー、そしてこのね、一番端のここがですね、電源リセットボタンでございます。そして最後に CPU クーラーにも取り付けたこのね、同じ色のケースファンもここに増設しております。イエーイ、もっと可愛い。めっちゃ可愛い。上下に色がついてめちゃめちゃ可愛いんです。美味しそう。本当だね、可愛すぎるね。ちなみにケースファンでケース内の温度を上げずに一定に保つことでいろんな効果があるんですよ。ほうほう。例えばね、やっぱパソコンは熱くなりすぎると壊れるリスクが高まってしまうと。なので温度を上げないようにしっかり冷やしてあげなくちゃいけないんですね。いきなりパーツが壊れちゃうとかいった、そういう悲しいことも防げる。おー、そう、何もね、対策しない時と比べてもパーツが長持ちするとも言われていると。わー、大事だね。次はいよいよ起動でーす。いったー、もうここまで来た。来ました、来ました。すごいですよ。本当にちゃんとね、電源が起動するのかどうか。もちろんやっぱり動かないとね、そうだよね、ダメですから、うん、ちょっとでもドキドキな瞬間ですね。丹精込めたんだもん、うん、そうだよね、愛情込めたんだもん。きっと PC も答えてくれるよ。ではでは、まあ、起動する前に、え、お、皮めくりですか。フィルムフィルム、嬉しい。行っちゃってください、ね、いいの、行っちゃった、欲しいとこだけどね。行くよ。いやー、うわー、すごい大きい。おいけてる、いけてる。おおー、うわー、気持ちいい。どうしたー。ここだけじゃないんだな。めくるで、はい、いやー、おーおー、
それでは代表してあやさちゃんにちょっと起動の儀をしていただきたいなと思います。いやです。あれ、ここまで作り上げたのはみんなの力でじゃん。ボタンはすっごく小さいけど、うん、3人で押したい。私も同じこと考えてた。あなたもなんだ、気持ちは一緒だったんですね。じゃあこのなんか純電源みたいなとこは入れます。お願いします。ちょっと光ったらしい。ちょっと光って、ちょっと光って、うん、ちょっと光ってるもん。まだ光らんといてや。ほら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 、光ってるけどな、もっと光るらしいよ。もっと光るんだ。ほな行きましょう。せーの、スイッチオン。おお、綺麗。すごい、すごい光ってる。なんて綺麗なの。レインボーに光ってる。めちゃめちゃ可愛いけどさ、うん、ちょっとお気に入りポイント、私はね、うん、やっぱねこの線がね、コードがやっぱ白とピンクなのが、あ、最高だね、うん、いちごミルクのところが、いちごミルクちゃんがねちょっとね、うん、私好きだな、この色味大好き。どう2人は。え、どこだろう、やっぱり、うん、やっぱレインボーに光るところかな、うん、メモリーが光ってる。メモリーが、メモリーとグラボのこのモデルのさ、そこもね、たまにレインボーになる、レインボーに光る、いろんな光り方があるね、うんうん、やっぱさ自作 PC のといえばみたいな、うん、レインボーに光るっしょみたいなイメージがすごくあるからさ、それをこう、ね、自分たちでこう作れたっていうのめちゃめちゃ嬉しいですね。レインボーかな。まあ私はなんといってもやっぱこの3色のファンじゃないですか、うん、そうだよね、並び順もさ、いやそうなのよ、こだわってんだよね、こだわり、私たちのうちら通り並んでて、ね、本当だよ、それならもう自作 PC でしかできひんもんな、うん、できひん、うん、チーム Y ということで Windows のセットアップも終わりました。わー、イエーイ、これで完全に完成です。やったー、イエーイ、さっきと違うところあると思わない？え、お、違うところ、これね、この中の光ってた、さっきレインボーに光ってたところが、カラーもね設定で変更できちゃうんです。え、変更できるんだ。そう、今ねちょっとホワイトでこのケースと合わせて統一してあります。気まぐれだと思ってたよ。なあ、うん、設定できるんだって。できるんや、すごい、じゃあ気分で変えられるんだね。そういうことですね、というわけで完成しましたが、はい、どうでしたか、 PC 組み立ててみて。楽しかった。ちょっと楽しすぎたな。うん、子供の頃にさ、付録とかを組み立ててるのとかすごく楽しかった曲があるんだけど、そのなんか感じ、うん、思い出した、思い出しましたし、最初すっからかんだった中身がどんどん埋まって、うん、こんなかっこいい、うん、なんか近未来な感じのかっこいいパソコンができてさ、うん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 、ね、確かになんか童心に戻ってさ、うん、こんなになんかこう制作することってないじゃん、うん、普段 なのに童心に戻りながらもこんなに高性能なものができちゃったっていう、うんうんうん、嬉しさあるね。嬉しさある。なんかやっぱさ3回目ともなるとさ、そうだよ、ね、欲が出てくるよな。お、こう自分やったらこのパーツこの色にしたいとかさ、そういうプラスアルファもさちょっと見えてきたりしてさ。そうだね、いいですね。確かにこれはさもう3人で作ったからもうチーム Y、うん、確かにチーム Y モデルが、チーム Y モデルですけど、うん、自分だったらねえ、ねえ、ちょっとしよう、考えちゃうね、夢が膨らみますね。ゴールドとか、ゴールド、黒にゴールドとかもできるんじゃない。かっこいいじゃん。私もピンクと水色に変えたいですね。紫で光らせたり。あ、いいチーム Y。 今回はこちらドスパラさんのパーツを使って PC を組み立てましたが、うん、他にもいろんなカラーバリエーションがあるんですよ。ピンクとか、かわいい色もあれば、かっこいい色もあって、ちょっと皆さんもお気に入りのカラーを見つけられると思うので、いろいろ探してみてくださいね、うん、ちなみにですね、この動画を見ても自作 PC って作るのが難しそう、真似して作りたいけど自分じゃできる気がしないという方もいらっしゃると思うんですよ、はいはいはい、いらっしゃるんですけど、なんとなんと、はい、ドスパラさんでは PC の組み立て代行サービスというものを行ってるんです。すごーい、優しい、なんとこちら
ちらの組み立て代行サービスを利用すると、うん、自分で作らなくてもオリジナルの PC を希望通りに組み立ててくれるんです、うん、え、すっごすごすぎる。こういうの大事なんですみたいな、ゲームよくやるんですよとか。そう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 、それ通り作ってくださる希望を詰め込むんですよ、ね、ぜひ興味のある方はぜひホームページをチェックしてみてください、うん、ということで今回のコラボ動画いかがでしたでしょうか。皆さんもぜひドスパラさんのパーツを使って自作 PC 組み立ててみてください。そして今回の自作 PC 作ってみた動画はドスパラさんとのコラボでしたが、次回はまた別の方がドスパラさんとのコラボで PC をね自作するみたいですよ。誰なんでしょうね、楽しみですね、ということで皆様次回もお楽しみに。